はい、どうも皆さん、こんにちは。エずっかです。それでは今回なんですけども、楽天ペイが楽天銀行即時決済に対応、メリットやデメリット、キャンペーン情報など解説ということで、今回は楽天ペイに関する情報ですね。この動画は普段楽天ペイそして楽天銀行を利用されている方向けの動画となってますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは ということで、今回発表された情報はこちらとなっております。楽天ペイアプリのお支払い元に楽天銀行口座を設定できるようになりましたということですね。今もこちらの画像が出てる通り、お支払い元に楽天銀行というふうに今日から設定できるようになりました。 で、この楽天銀行なんですけども、ここ最近すごい、まあ勢いがすごいらしくて、インターネット銀行で、なんと初めてですね、1000万口座を突破したみたいです。これは今2021年の1月現在投稿調べということですので、まあほんとここ最近というよりか、は随分前からもそうなんですけども、まあ、楽天経済圏のね、もう異常な盛り上がりもあるので、まあそういったことも一つ影響してるのかなと思います。で、ちょっとですね、こちら公式ページから引っ張ってきたんですけども、楽天ペイに設定可能な支払い元ということで、大きく3つに分かれて おりま,すまあこれまではこのクレジットカードもしくは楽天キャッシュを使ってからの決済をするということだったんですけども今回は新たにこの楽天銀行口座が加わったとまあこの楽天キャッシュに関してはね出てるように楽マの売上金であったりとか楽天カードもしくは楽天銀行からチャージした分を楽天キャッシュを利用して使うということだったんですけどもいわゆるそのチャージをして使うっていう前払いの方法でしか決済することができなかったと で、支払い元をクレジットカードで設定して決済する場合なんですけども、まあ、これ結構ね、多いかなと思うんですけども、支払い元に楽天カードをセットして決済すると。けどま、これを行うことで、クレジットカードで支払っていることとほとんど近いので、まあ、後払いになるということですね。まあ、後払いとは言えど、他にもま、キャッシュカードとね、連携して利用されている方も、中にはいらっしゃるのかなと思います。で、今回の新たに加わった楽天銀行口座ということですね。結構、今までありそうでなかったサービスですよね。 ま、使い方としては本当に至ってシンプルで、楽天銀行の口座を楽天ペイの支払い元として設定すると、支払われるタイミングは即時支払われるということですので、ま、日常的にもう楽天銀行を利用されている方、そして、ま、特にクレジットカードとか使われない方からすると嬉しいのかなと思います。で、僕なりにですね、今回この楽天ペイの支払い元に楽天銀行がま、設定できたことによって、即時支払いについてはま、メリットデメリットを簡単にまとめてみました。まず最初メリットなんですけども、大きく2つですね。 まず一つね、即時引き落としというところですよね。やっぱここが一番魅力的なのかなと思います。やっぱりそのクレジットカードを使ったりすると、まあ後払い、先ほどお伝えしたように後払いになるので、どうしてもそれがね、ちょっと引っかかるとこではあったと思うんですけども、即時引き落としになることによって、もう銀行口座から瞬時にね、 数字が変わるので、それがあまりストレスなくね、利用できるところなのかなと思います。そして二つ目は、普段クレジットカードを利用しない方向けということで、まあコメントでも結構いただくことあるんですけども、結構そのクレジットカードよく使う方であったりとか、クレジットカードを普段から利用しない方っていうのは結構分かれてくるんですよね。やっぱりその後払い、先ほどお伝えしたような後払いがネックになることによって、クレジットカードを使いたくないっていうこともあったりとか、もしくは何,何かしらの事情があってクレジットカードを作れないという方もあったりとか、まあそういった方からすると、結構この即 引きき落ととしのののメリットっていいいうのは大きいのかなと思いますで、次にデメリットなんですけども、ポイント還元率が気持ち下がるということですね。もうこの気持ちというところなんですけども、どんな感じかと言いますと、これ今現在の楽天ペイのコード QR 払いの還元率なんですが、ま、あこのね、青で今囲ってるようなチャージ払いを行った場合ですね、楽天カードからチャージして楽天ペイで決済した場合、最大の1.5%分の還元を受けることができます。ですけども、まあ、今回ね、発表された支払い元を楽天銀行口座に設定した場合は、 還元率が1%となります。まあ、1%はあるだけはね、全然いいとは思うんですけども、まあ、この1.5%と比べたら気持ちちょっと下がるかなと、っていうところがちょっとしたデメリットかなと思います。で、そして2つ目のデメリットなんですけども、支払い時に楽天ポイントや楽天キャッシュと併用不可ということですね。 こちらはまあ、ね、よく見るね、楽天ペイの実際の画面で,ですね。上にも出てるように、通常ポイント期間限定ポイント楽天キャッシュという風に3つに分かれております。で、今の現在なんですけども、こちらですね、楽天ペイの QR コード払いをした場合、今出てるように、ポイント使うのところに設定というところがあります。ここをタップしたら、ご覧のような画面が出てくるんですけども、通常ポイント期間限定ポイント楽天キャッシュという風に、まあそれぞれ QR コード払いをするときに、これを使うことができます。使うときは下の使うっていうところをタップしたら、 今、決済者にそのポイントが差し引かれるっていうことになるので、これが楽天銀行からの即時払いの場合はできないということになります。 なので、この即時引き落としを使って決済する場合は、この楽天ポイントと楽天キャッシュ使いたいっていう時に変和はできませんので気をつけてください。で、今回、このお支払い元が楽天銀行ができるようになったことによってのキャンペーンというのが発表されまして、今出てるキャンペーンですね。楽天銀行口座をお支払い元に設定初めて楽天ペイでお支払いすると1000万ポイント山置きキャンペーンというのが発表されました。 まあ実際のですね、キャンペーンページを見ながらお伝えしたいと思うんですけども、まずこのキャンペーンなんですが、本日からスタートしまして、2021年の1月25日月曜日から、2021年の3月31日までとなっております。で、このキャンペーンに参加するためには必ずエントリーが必要となってますんで、先にエントリーを行っておいてください。で、キャンペーンの参加方法なんですけども、めちゃくちゃシンプルです。まずは先ほどお伝えしたところで、まあここでエントリーを行うと。 で、楽天ペアアプリ持ってない方は、まずですね、インストロールを行ってください。で、支払い元を楽天銀行口座に設定すると。で、あとは、街のお店で、初めて楽天ペアで支払いしたら、1000万ポイント山分けに参加することができるということになります。で、先ほどお伝えしたように、楽天銀行の口座払いに関してはいつでも1%のポイント還元を受けることができます。で、今回ですね、対象のお客様っていうのはちゃんと決まってます。期間中に楽天銀行口座払いをお支払い元に設定して、初めて楽天ペアでお支払いされた方ということになってます。 ま、この初めてってところがちょっとポイントとなってくるんですけども、ここに、ま、そのからくりが隠れてるんですけども、2021年1月25日以前に他のお支払い元で楽天ペイでお支払いされたことのある方は対象外となりますということですので、ま、おそらく、ま、僕の場合は今までですね、ま、楽天ペイに支払い元として楽天カードとかをセットして決済したことがあるので、認識としたら僕の場合は対象外になるのかなと思います。 で、もらえるポイントは期間限定ポイントが貰えて、で、お一人様の獲得できるポイントの上限は200ポイントとなりますということですね。で、山分けポイント以上の参加があった場合は、お一人様あたり1ポイントのプレゼントということですので、まあ、とりあえず初めて使われる方は、とりあえず参加してみるぐらいでいいのかなと思います。まあ、最低でも1ポイント、最高で200ポイントまで貰えると。 で、もらえるポイントに関しては、2021年の5月末頃までに申請されて、楽天の期間限定ポイントとしてもらえます。なので、まあ、とりあえず、初めて使う方はもう楽天ペイ初めてっていう方は、とりあえずエントリーするぐらいでいいのかなという感じですね。まあ、そんなこんなで今回は、楽天ペイアプリの支払い元に、楽天銀行口座を設定できるようになりましたということについて、簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、結構ね、この、まあ、設定っていうのは、意外とありそうでなかったですよね。 まあ、スマホ決済の他のペイサービスで言うと、ペイペイとか、まあ、他の、まあ、メルペイだったりとか、まあ、ラインペイとか、まあ、大体がま、チャージして使うとか、クレジットカード紐付けして使うみたいな、そういったことが多いと思うんですけども、まあ、即時払いっていうのはなかなかなかったですよね。あ、ですけども、一つだけ、即時支払いをしてたスマホ決済、皆さん覚えてませんかあの、オレンジ色の、折りが、 ま、今日ですね、結構おっっていう思うニュースがあったんですけども、既にご存知の方いらっしゃるとは思うんですが、あの、2021年の1月27日水曜日よなんと、あの、スターバックスコーヒーで、ペイペイが使えるようになります。これなんか、本当ね、ちょっと今更感はあるんですけども、個人的には結構嬉しいですね。ちょっと前のね、動画のおまけの時にも言ったように、 交通系電子マネーのね、スイカとか、そういったものが使えるようになったっていうことだったんですけども、ついにね、スマホ決済も本格的に入ってくるということになりました。で、今までですね、僕が住んでる地域の福岡市の中で一部ね、LINEPI が使えるお店もあったんですよ。で、それも同じように発表がありまして、今まで LINEPI が使えてたところ、プラスアルファでさらに拡充ということで、使える場所が増えるっていうことも発表がありました。 なのでね、普段から PayPay を利用されている方、プラス LINEPay を利用されている方からすれば結構嬉しいニュースなのかなというふうにも思いましたね。まあけど、やっぱり今スターバックスで決済するのであれば、この JCB のオリジナルシリーズの JCB カード W ですね。やっぱりこれがやっぱり還元率が高いですよね。もう正直なところ今この JCB カード W に関しては、 僕はもうスタバに特化したカードっていう風にも今思ってます。正直これ以外では今んとこあんま使ってないんですよね。っていうのも、この JCB カード W で、まあ、Apple Pay 決済をすることがほとんどなんですけども、おきどきポイントがなんと10倍なんですよね。まあ、いつまで続くかわかんないんですけども、このおきどきポイントが実質5%還元として利用することができます。なのでね、まぁ、あ、おきどきポイント貯めてる方、そういった方からすればね、結構重宝されてる方も多いのかなと思います。 ま、けどね、今回僕が期待してるのは、1月27日水曜日より、スタバで PayPay ペイペイが使えるっていうとこなんですけども、やっぱりね、対応したイコール、スタバで PayPay ペイペイ使ってくださいキャンペーンに期待したいとこではあります。スタバで PayPay10% ペイペイとか、まあ20、20%はちょっと厳しいかもしれないんですけども、せめてスタバで PayPay ペイペイ決済すると10%還元キャンペーン的なやつが、まあ、2月あたりぐらいに来たら、 テンション爆上げかなというふうに思っております。以上ですね。こちら今回発表された記事に関しても概要欄に貼ってますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。